ですね、栃木シティゴールキーパー兼ゴリクエのコーチもやっておりますシュナイダー淳之介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。1次ラウンド3試合、そこからまず全国のチャンピオンが集まる試合なので、簡単な試合は一つもやっぱりない。で特にまあ初戦、結構難しい試合ながら、まあ、チームとしてやることをしっかりとやれたのかなと。監督が求めることをしっかりと表現してくれて、選手が、まあ、きっちりと最初の2試合をまず、勝てたと。で、まあ、関西の2位ですけど、ラランジャはかなり力があるチームで、もう敗退が決まってる中、何か残そうぜって彼らはアップでも言ってたので、まあ、来るだろうなということで、まあ、先制された中逆転できたっていうのはやっぱりこのチーム力というところでもかなり上がって、で、まあ、僕が求めているところはやっぱりワンチームなので、この1次ラウンドで 90% だったワンチームが 100% になったのかなと。3試合通して、はい、ですね、そうです。1ラウンド終わったことによって 100% になりました。この大会は独特、地域チャンピオンズリーグって非常に独特な大会、現場にいる人たちは何を感じている、どんな大会だっていう感じなんですか。ああ、よく俗に言われているのが世界一過酷な大会と言われていまして、まあ、その通りだと思うんですけど、まずはやっぱり激戦の栃木シティだったら関東、まあ、奈良クラブの時だったら関西をまず勝ち抜いて1位にならなきゃいけない。で1位になってそこで終わりじゃなくて、そこから全国の模写たちが集まってまたそこを3日連続で戦うっていう、でやっぱりサッカーを今までやってきた選手、今その地域リーグでも J リーガー結構多いと思うんですけど、3日連続で試合なんて多分経験はしてないと思うんですよね。それをやっぱり勝ち抜かなきゃいけない、まずは予選も1位に基本はならなきゃいけないっていう、で最後4枠のうち2枠だけですからね。この1年間必死に戦ってきて最後の最後で2チームしか報われないという、うん、どんだけ過酷なんだよっていうぐらい大変です。本当にいわゆる地域リーグ9つありますから、はい、平均して10クラブあるとしても90分の2って考えると相当ですよね。相当ですね。これ J1、J2、J3 だったらね、あの2枠、小枠、18チームのリーグ戦とかですね、長いロングスパンで戦いますけどね。まあ僕は去年あのザスパクサツ群馬で、はい、あの2位で J2 に昇格という経験をさせてもらったんですけど、やっぱりその中では何回かやっぱり負ける試合もあるわけです。でその1年間の中でうまくこうチームをいい方向に持っていきながら負けもポジティブに捉えながら見られると、それが今この地域チャンピオンズリーグではいっぱいも許されないと。しかも休みもなく、すぐ翌日ですから、ね、だから修正もできないですし、ですよね。まあ、正直僕が奈良クラブの時は自信しかなかったので、はい、それが初めてですもんね、はいはい、全然何のこう緊張もなく、はい、うん、チームも、もう勝って当たり前のなんかいい雰囲気というか、うん、はい、0-0 でも1点取れるだろう、1-0 でも追いつかれないようちはっていう自信が、はい、うん、それはもう選手一人一人にも結構あって、はい、まあ、周りも多分安心して見てもらえたのかなっていう、でそれを、今栃木シティもここに来てだいぶ表現できてるんじゃないかなと。1試合目が一番難しいんじゃないかなと誰もがこう想像するんですが、やはり独特 の、 そのメンタル的にも普段実力のある選手たちであってもやはり
初戦というのは、そう、ね、レギュレーション分かってるだけにあれですかね、はい、本当1個でもまあ引き分けても負けても厳しい状況になるっていう時点で、まあ初戦が大事っていうのはもちろんですし、まあ初戦をもし勝てば、他チームの結果も踏まえてある程度はやっぱり計算はできてきますし、まあ1次ラウンドでは先に2勝できたことによって、もし3戦目で大敗しない限り大丈夫っていう、そうですね、はい、状況になってたので、うん、そうなってくれると少しは楽ですよね、うんうん、はい、だからそういうふうに持っていくためにはやっぱり初戦を勝つというのが一番大事かなと思います。そしておそらくその初戦を迎えるためのまた 3,4 週間前からの準備っていうのがやっぱりすごい重要だったのかなと思って。そうですね、まあ、スタッフの部分では3試合の分しっかりと、まあ、かなり入念に準備をしてますけど、分析をしてね、はい、うん、穴もなく隙も疲れないようにしっかりと分析してやってますね。もうキーパーの僕はやっぱりグループとして、うん、誰が出ても勝てるように準備はしてますし、うん、自分も含めて全員のしっかりコンディションを上げると、まあ、今僕の中では、全チーム見てますけど、全国で地域だったらうちのキーパー陣がナンバーワンかなと、そういう自信はあります、はい、もうそうやって育てていくっていうところだけです、はい、積み上げてきたものって、まあ、奈良クラブの時もコーチ兼任で選手もやってたので、うん、まあ、あの時は自分が試合に出てたので、うん、自分のコンディションを意識してたんですけど、今年は、まあ、原田が中心に試合を出てるので、うん、まあ、原田がうまくこう試合に持っていけれるように、まあ、自分も、準備をさせてますし、もし何かがあった時に、サブキーパーがレベルの差がありすぎたら、うん、やっぱりチームとしてやっぱりレベルダウンしてしまうので、それもないようにしっかりと他の多いし菅原、そして締めたと、うん、いい準備は常にできてます。いわゆるゴールキーパーの4人のそれこそワンチーム感というか、はい、すごくコミュニケーションや、いや、もうオンオフの切り替えはすごく志村さんがいつもそれを率先してこう作ろうとしてるのは僕見てて感じたんですけど、いや、まあ、そんな作ろうというのは全然なくて、うん、はい、まあ、チームワンチーム、うん、キーパー陣のファミリーとしては、うん、常にもう僕が最年長としてキーパーとやったのが2004年のサガン鳥栖時代からずっと最年長でやってます。チームの中でという意味で、はい、で、まあ、やっぱり一つのポジションを争う中でライバルなんですけど、うんうん、僕はそんなギスギスした関係だったら練習でもお互いに蹴落とそうとする、うん、そうするとやっぱりレベルはアップしない、うん、だったらまあ一人のキーパーがレベル上がる、そしたらじゃあそれを追い越す、うん、でこれの繰り返しで全員がレベルアップできるようにずっと、そのためにはやっぱりファミリーとしてキーパー陣が一つになって、まあ最初なんて本当30分40分は別で練習してるわけですからね、はい、まあ、そういうところでのファミリー感というのはかなり、まあ、確かに意識はしてますし、で、まあ、運がいいというか幸いキーパー陣にはいつも恵まれてまして、そうですか、はい、本当にいい子たちばっかりで毎回楽しく練習を本当に笑顔があふれるキーパー練習、まあ、きついんですよ、きついですよね、メニューはきついんです、はい、きついんですけど必ずやっぱきつくて全力で頑張ってくれてる中に、はい、やっぱり笑いが起きるというか、そのことは本当笑顔が絶えないしオンオフがしっかりしてるから、はい、きつい中でもなんかこう声もよく出るじゃないですか。そうですね、もっと腰を足を、はいはい、勉強になったなと思う、まあ、正直言うとザスパ時代にはもうその本当に、まあ、きつい練習だったんですよ、うん、かなりきつかったんですけど、で
まあ、僕も混ざってザスパ時代もやってて、でやっぱり面白いことが起きたりとかいろいろあるんで、うん、やっぱり賑やかになりすぎてしまって、なるほど、盛り上がりすぎて、そうクレームが結構入ったっていうのがありまして、ちょっと気をつけるようにしてるんですけど、はい、うちらがもうなんか盛り上がりすぎちゃうんで、あの結構キーパーであのファミリーですけど、やっぱりこうファミリーだと なんていうんですかね、あの、まあ、そのライバル心を出せないというか、あの仲良すぎてもダメなので、じゃあ何をするかっていったら、僕の練習では勝負ごとキーパーの中で思ってるんですね、うんうん、でその、はい、まあ、勝負にか、まあ、負けたら罰ゲームがあるので、はい、そこで、まあ、結構必死になって燃えるので、でまあ、一発逆転とかになるともうかなりエンジン組んで盛り上がったりとかしちゃうずっと春先から続いて、この11月に本当1試合目にいい感じでチームで入れたなと思ったんだなと思って、まああのまあ、その点試合に、ね、出てるのは春田が、まあ、キーパー陣を、代表して出てくれてて、でパフォーマンスも本当にいいですし、うん、そこはもう感謝しかないですね、まあ、あとは決勝リーグでしっかりとまた表現してもらえればいいかなと。1次ラウンドは、まあ、PK で1失点ありましたけど、流れの中で失点することなくね、ディフェンダーとゴールキーパー、まあ、ベストを尽くしたなと思って。そうですね、これ大事なことですよね、失点しないと。もちろんです、あの奈良クラブ時代は1次予選、うん、無失点の、はいはい、4-0、3-0、1-0です。3戦目ポンズです。見てました見てました。どうですか、ポンズさんに勝ちました、勝ちました。だからそういうやっぱゴールキーパーってすごくサッカーにおいて、ゲームにおいてすごく重要なポジションになるっていうのはもう誰もが知ることですけど、いいチームを今年のチームの中でワンチームを心がけてきたんだなというのはよく分かりました。で早速始まるわけですが、初戦 FC カリア、はい、2戦目が一時とやった十勝、そして3戦目が関西リーグの王者の枚方と、また一時とは違うこの1日おきっていう日程ですが、改めて何か違うものありますか、一時と決勝ラウンドのこの、まあ、本当に、まあ、結局はやっぱ初戦が全てだと思うんですよね、うん、で、まあ、正直僕もその中1日っていうのは経験してないので、うん、どんな感じなのか、何だったらもう3試合一気に3日でやりたいなっていうのもありますし、うん、まあ、そこはじゃあ志賀さんにとって初ですね。初ですね、中1日っていうのは、まあ、分析側からしたら嬉しいですけどね、うんうん、1日あるっていうのは。でも、まあ、やっぱり初戦ですよ、まあ、そうですね、とにかく、はい、カリアに2日目のことを考えずに、まずは集中して、はい、吉井カリアに動かすか。カリアさんは見る限りはいいチームなので、うん、でも僕も知り合いは結構たくさんいて、うん、あのキーパーの出てる子もサブキーパーも僕の知り合いなので、はいはい、まあ、なんとかこう悔しい顔を見てえなって思います。まあ、奈良クラブの時も初戦は、決勝の初戦は FC 大阪さんでライバル同士の対決で、はい、まあ、本当に2-1で負けるかなと思う、自分もきついなと思った中でビューティフルゴールで2-2に追いついて PK 戦で勝ったと、はい、で PK も今年はないんですけど、はい、あの時は、前者が PK で負けたんですね、はい、でそれをやっぱり PK を練習しようってことで、もう毎日 PK を練習して、うん、でおかげでやっぱキッカーもみんな簡単に決めてくれますし、うん、で僕も最後やっと止めることができて、はい、なのであのまあ、カリアに対してもしっかりと準備はしてますし、はい、やることをしっかりとやると。志賀さんはやっぱり2014年のあの止血をいいイメージをずっとこう持てて、この今年の大会に入れてるから、はい、そういうのって大事ですね、そういう会場もやっぱ一緒なのでですね、はい、イメージはイメージ大事ですよね、はい、持ってますね。まあ、あの時はあの、まあ、奈良クラブの応援もすごかったですね、はい、ビッグフラッグって言って、はい、バックスタンドの
面にバーンってダーッて出ました、音鳴らって出て、でサポーターの入場が、まあ、千葉県なんで、千葉県の某夢の国さんのなんとかパレードさんバレードでテレレッテテレレレッテ急になってえどっから鳴ってんだとアップ中に思ったんですよ。あ、なるほど。でそしたらあの階段から一列でサポーターが更新してワイ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 パレードしながら出てきたんですよ。当時もね、なんか面白かったです。これはすごいわ。やっぱあれですか、そういうのってビンビン効果、いや決まる、いやもう来ます、ね、会場をもうあれで一気にもう持ってったんですよ ね雰囲気を、はい。でも僕はもう、あ、これで勝ったわと。ああそうですね。でもそこで拍手したんですよ、素晴らしいって言って。なるほど、はい、そういうのもあるので、やっぱり、まあ栃木市さんもすごい応援皆さんしてくれてるっていうのが、はい、この間の一次予選でやっと、ね、初日からたくさん来てました。はい、ずっとコロナのせいで ね無観客だった中、みんな溜め込んでたんですね。やっと平日で600人ってすごいですよ。そうですよね、はい、バックスタンドギシッて待ってました。僕の SNS にも、はい、J3 の平日で600人って多分入んないよ書いてあった。しかも金曜の昼ですからね。仕事はみんな、そうですね、ありがとうございます。いや、どれだけの人が今年リーグ戦ずっと無観客だったら、どれだけの人が待ってるの。そうですよね、はい、次の市原もきっとそういうことですよ、はい、まだまだ特にシュナさん全国いろんなクラブいるから。いや、そうなんです。あの日もいらっしゃったじゃないですか、いろんな方が。昔の仙台サポーさん、ね、横浜石井サポーさんで、最後は九州から来られた方もいたので、いや本当にありがたいですね。でもそういうのジャスパーサポーさんですね。危ない危ない言われる。やはりそのサッカーってもちろんピッチで90分ボール1つ選手22人ですけど、やはりそのプラスアルファのいろんな人が見てて関わってる人が思いを込めて、そういうの全てトータルですよね。そういう意味での総力戦ってあれですよね。そうです、まあ、もう僕なんかはもうずっと言ってるんですけど、サポーターが後ろにいて後ろからバッとこう応援してくれる、その力を自分にもパワーに変えて表現しているので、横浜石井時代なんかこうサポーターにちょっとこう今はいいよみたいな、いや今盛り上げるよ、あ、なるほど、そういうコミュニケーションを取りながら、レフェリーに文句言ってる時にいや落ち着けよ、いやシナの方がいつも言ってるじゃんみたいないや今ダメだねそういうのもあるので、やっぱり見てる人とも一体感が欲しいっていうのはやはり篠原淳之介流ですかね。差がね、いいですよね、はい、お客さんとゴールキーパーで一番近いところにいますしね。なのでしっかりと今年ね昇格して、はい、来年は、はい、そうです、そうです、来年は栃木シティはサッカー専用のスタジアムで5000人の規模の、一番ピッチに近いスタジアムですから、すごいですね。シュナイダーと会話できますよ。できますよ、あれは試合中に試合中に話しかけられちゃう距離ですね。全然喋りますよ、これそういうのをこうやっぱりワクワクのイメージに入れて、ね、日々の練習や試合に向かうのやっぱ違いますよね、そういうの。特に1次ラウンドすごく印象に残るのが、中村監督は普段から言ってることだと思うんですけど、ゴールが入った時はみんなで喜ぶと、これ監督がよく言ってる言葉です。言ってますね。シュナさんが一番喜んでるからあの3試合チギシティの候補さんはね悪いんですよ、うんうん、僕がすごい顔してるところ喜んでるところをいっぱい撮るんですよ、はい、またこの写真か、またこれもか、ね、まあでもやっぱり自然と喜んじゃう、ね、いやいいじゃないですか、はい、でもあれですよ、ラランジャの試合ではもう三菱を後輩テレビを決めたんで、ね、喜んでいこうと思ったら四振が超えてきたんですよあ、これ怒られると思ってちょっとスローダウンしたらサブキーパーだった大石が前出てあいつがほぐしたんですよ。そうです、ずっちいなと思って、それがっていうね、そう、もう取られちゃいましたね。でも普段は小発選手もめちゃくちゃベンチで声出してて、一番声出してるんですよ。はい、でベンチにいるときに点入ったらもう2人でもう喜んで、はい、
つもなんか2人先に行っちゃいますねみたいな、いいんだよ、それがマッチングだ。いや、あの要するにピッチに出てる選手だけが戦ってたり、チームではないということをすごく感じることもできる光景をたくさん、はい、あの今年は見れたな、はい、今度のチケットでもそういうものを皆さんに見てほしいなと思って、うん、はい、いやもうどんどんいいチームになって一つになってるチームっていうのは相手からしたら絶対嫌ですからね、あいつらまとまってんなって多分思うと思いますし、はい、ぜひこれを今このインタビュー見てる人に間に合いますから、ぜひ来てください、本当に来てください、もう本当にすごい大会なんですから、すごいですから、人生かけてるんですよみんな、この3試合で1年間の全てが決まるんです、見に来てください、ね、します。そして応援してください、ぜひ、シューナーって叫んでください、もう、ね、試合前のアップ練習からね、そうです、見てほしいですよね、はい、ゴールキーパーの練習一番最初に始まってますからね、アップから見せますので、はい、ぜひ皆さん期待してくださいということで、ここでちょっとこの大会から外れて、はい、シュナイダー潤之介というところにアプローチしたんですね、もうエピソードたくさんありすぎてですね、もう今回だけじゃ収まらないのもう分かってるんでですね、実はシュナさん三菱を先ほど言いましたけどね、高校時代含めて東京のね、はい、育成のクラブでやって、その時ゴールキーパーじゃなかったっていう、そうですね、はい、じゃあなんでゴールキーパーになったんですかというのを話を、この話ですね、短めでいいんですけど、いや短いかな、ショートバージョンで大丈夫ありますね、なぜシュナイダー潤之介がゴールキーパーを目指したのか、まあ、あの小学校だけなんですね、僕は三菱大阪の、はい、で、まあ、そこは結構名門でして、でそこから、まあ、まあ区立 の、 あの落合第二中学校ってところで普通にサッカーやって、うん、高校も明星高校、まあ東京都の大会に出れればいいぐらいのレベルの、まあ、そんなに強豪ではないんですけど、まあ、そういう中で1年生でレギュラーで出てたんですけど、そこで J リーグが始まったと、94年でしたっけ、そうですね、93、4ですね、94ぐらいですね、高1の時ですもんね、はい、で、まあ、そこで僕は大怪我してしまって、うん、でまあ、伸び悩みの中で、漠然とこうプロになりたいなっていう中でいろいろ思ってたんですね、でそういう中で僕が1年生の時にあの選手権を見に西ヶ丘に、高校選手権、はい、西ヶ丘で最初は、水戸短大附属の試合見てて、うん、でキーパー1年生出てるんですよ、うんうん、で本間浩二、こいつすげえ、あの本間さん、はい、で今水戸ホーリーホークのキーパーでまだ43歳で現役でやってます、同い年で、彼がもう活躍しててすごいな、まあ、それでまあでもそれでキーパーやろうなんて思ってないんですよ、うん、はい、すごいなと思ったら、すげえキーパーがいるなと、はい、でオラオラの応援団ゴール裏にいて、その中で僕もこうやって見てたんですけど、で次の試合になるじゃん、はけるじゃないですか、はい、そしたら女の子がゴール裏女の子です、全部女の子、ほんと冗談抜きで全部女の子になって、あのジャニーズを追いかけてるような女の子、そうそうそう、はい、で何が起きるのかなって友達と見に来てたんですけど、みんなもう帰るよって言って、でいや僕ちょっと見たいわこれっつって、いいよ俺だけ残るわって言ったら、川口義勝さん、清水翔太、そうなんです、表彰が出てきて、その時義勝さんは3年生、3年生です、うん、2校への義勝さんの応援ですよね、女の子が、いわゆる家系というかね、だから本当アイドルじゃないですけどコンサートですよ、僕も観客の一人でカルチャーショックですよね、いや本当ですよ、オーラがすごくて、高校サッカーの高校3年生でそういう現象って見たことない、衝撃で、そこからもう僕恋に落ちまして、うん、吉勝さんに、はい、かっこいいかっこいいかっこいいって、まあ、ずっとかっこいいで憧れだったんですけど、まあ、僕が高2になる時に、いやでもこのままじゃダメだなと、まあ、ディフェンスで伸び悩んでる中で、まあ、じゃあ吉勝さんみたいになりたい、じゃあ高2からちょっとキーパーやってみようかなと思って始めたんですよ、それがきっかけなんですよね、吉川さんのおかげなんです、はい、で17歳ぐらいからゴールキーパー目指す人ってまあまあいないですよね、いないですね、まあまあいないですよ、ほぼいないです、その転向するかね、はい、そのポジションをチェンジする
ほぼ偶然じゃないですか、たまたまじゃないですか。1試合目で帰ってたらそれってなかったわけじゃないですか。正直実力的にプロを目指すなんて、あの普通の、ね、東京都の普通の高校の選手が何言ってんだっていう感じなんですけど、まあ、今思えば吉勝さんのおかげ で、キーパーやれたおかげで、まあ、最終的には J リーガーになれたので、はい、本当に感謝します。その巡り合わせと運命ってなかなかすごい話だなと思って。で、まあ、そのまま J2 サガン鳥栖に入らせてもらって、はい、そこはで、デビューで、ね、天皇杯でジュビロと当たった。吉勝さんがいたんです。それが、2005年ですね。2004年はガンバに負けて、2005年ジュビロだったので、2006年がフロンターレなので、2005年僕が自身がキャプテンやらせてもらってて、はい、そうですね。で2試合過ごせますっていうのが、はい、で、まあ、結局負けたんですけど、ジュビロに。そのジュビロ戦で、当然相手のゴールキーパーに、はい、吉川さんがいると。吉川さんがいると。ずっと相手見て、うわ、ファインセーブした、かっこいいな、なんかハイタッチしたいなって敵で思っちゃうぐらい。ちなみにですね、その時まで吉川さんとどっかで見合いすることは全くなかった。全くないです。その2005年、だから、その西ヶ丘の清正の時に一目惚れして、はい、ようやく対戦相手として。はい、対戦相手にいて、で、だからもうこのストーリーを話したいと思って、で握手するじゃないですか、試合終わったら。でそこで話そうと思って、やっと来たよと思って、あ、吉川さん、おはようございますって言った瞬間に井手口純っていうバカ野郎が来まして、で彼はマリノスで一緒にやってて、でそこで話しちゃったんです。で僕言えなかったんです。待ちぼうけと。でもう結局もう、あの、挨拶行って帰るよっつって、突に帰るんだよっつって、でその時は結局話せない。結局2005年はまだダメです。まだ片思い状態ですね。もう28歳です。そうですね、まだ告白できてないってことですよ。出会いから13年経ってるんですけど、せっかくそばにいたのに握手だけです。そこから、はい、それから、僕は2007年から仙台に接近しまして、はい、でその年に、あの、佐藤幸彦さんっていう方と仲良くさせてもらって、まあ、岡山和成もそうなんですけど、で、佐藤幸彦さんが起用症で、で、お風呂一緒に入りながら、僕がキーパーを始めたきっかけを言ったら、あ、そうなんと、あ、じゃあ俺、吉勝に電話すきよ、みたいな。で、先輩ですよ、みたいな。で、電話で、もう裸ですよ、二人とも。あ、吉勝さん、みたいな。あ、ちょっとさ、と。お前のことなんか好きなさ、キーパーいてさ、しないだって言うんだけど、変わるよって言われて、と思って、もういきなり会話みたいな。で、これまた、惚れますよ、はい、吉川さん、第一声が、おう、淳之介。いや、もう僕が、初めまして、しないだですって言ったら、おう、淳之介ですよ。初めましてじゃないじゃん。下の名前で、最初。初めましてじゃないじゃん。ジュビロ戦やってる、天皇杯でやってるよね。覚えててくれた。もうメロメロです。で僕がその西ヶ丘で見て惚れて、そっからキーパー始めたんですっていう話して、で、あ、じゃあもうお互いにちょっと頑張っていこうなって感じで、こういや、まあ、当時も吉川さんは、あの18歳の時からすごいですけど、もうワールドカップ何度も出てるし、もう偉大な、その人がね、そうですよ、開口一番の淳之介って言ったら、それはハートを射抜かれますね。高校時代ずっとポスター貼ってたんですから、部屋に。吉川さん、吉川さんのグローブ、吉川さんのスパイクがいいっつって買ってたんですから、あの、から、で、そこからまた月が。から、それは合ってないじゃないですか。まだ合ってない。合ってない。電話だけ。から、偶然羽田で、吉川さんがどこかのチーム、どこかのチームで、偶然会って、で、あ、吉川さん、もうね、いっぱい人がいる中で話、声かけたら、あー、淳之介みたいな。で、何したかと思ったら、ハグしてくれたんですよ。いきなり。ハグ来たよと思って、もう泣いちゃいますね。いや、もうそこから、あの、携帯番号交換して。交換して。LINE も。はい。ずっと直接あれなんですね、じゃあそこからは。何かあったら連絡できるようになって、しかも吉川さんが最後相模原で伸び悩んでる時に僕に相談のラインが来ちゃった、ね、最後怪我もしててちょっとね苦しんでたと思うんですけど、どうも今3番手なんだもんっつって、どうしたらいいと思って、
やのかに18勝したんだよ。どうしましょうかと思って、もうその時多分ザスパだったんですけど、ザスパのミーティングももう耳に入らないぐらい、なんて言おうかな、でも目指すんだったら足利さんは走れるしとかいろんなこと考えて、でも結構すごい長文で送っちゃったんですよ。そしたらその1ヶ月後ぐらいに引退しちゃいました。あれ俺のせいかなと思って。まあそれはいいんですけど。でもね、そういうなんつうんですかね、萩生さんにとっての本当最後ラストシーズンの節目でもあるけど、なんかよっぽどじゃなければそんな相談しないじゃないですか。だから嬉しいですよ。ちゃんと覚えてくれてるだけじゃなくてね、何かこう心の部分で通じてる。あのアイドルがですよ、ね、西ヶ丘で見た、僕が16歳、西川さん18歳、忘れられないです。あの人と会えばハグしてもらいます。その16歳西ヶ丘スタートでポジション転向してプロになり、ね、まあ、現役引退したとは今復帰してる半分状態で、また今真剣勝負で、ね、今度は独特の大会をやってるっていう、この、もう篠谷さんの長いキャリアの中でもこれだけゴールキーパーとしていろんなものを経験できてるっていうのも、最初のスーツの出会いがなければ全く違うサッカー人生だったんですよね。そう、しかもその西ヶ丘に最初行かない予定だったんですけど、うん、行ってよかったです。本当に、いやだから全て変わりましたね。いい物語だなと思って、私一回春先に聞いたんですよ。まあ篠谷淳之介イコールこう、まあ、マニアック、ね、なコアファンが多いじゃないですか。あの J1 も僕経験してないので、うん、J2 しかやってない人間 でこれ今43歳でも現役でやらせてもらってるっていう中で、いろんなこう巡り合わせというか、運がいいというか、恵まれてるっていうのを本当に感じる。他にもまだまだ話そうですね、あるんですね、あるんで、はい、それはまた第2弾の時にぜひ皆さんお楽しみにっていう思い、来年になると思いますけど、はい、でもどうやって J リーガーになれたか、そうですね、そうですね、どうやって出たか、全部ミラクルなんです、実は。そうですよね、らしいですね。だからこれ篠谷さんさえ時間をなんとか作っていただければ、皆さんにこのシリーズもですね、ぜひ。これ編集大変ですね。大丈夫です。頑張ってください。喋りたくなっちゃう。ということでですね、はい、本日の、チャンピオンズリーグ決勝ラウンド直前インタビューとなりました、はい、栃木シティ背番号29番篠谷淳之介さん、たくさん話していただいております。髪型大丈夫でした？大丈夫です。ちゃんとやってけど、何も見てなかったです。ぜひ応援に皆さん来てください。今のそういう篠谷さんを見てゴールキーパーに憧れる若い子たちがどんどん増えてくるのを僕ら期待しています。ぜひぜひ。これからもご活躍期待しています。いつも叫んで怖いイメージがあったかもしれないですけど、こんな感じで結構、はい、笑顔たっぷりなんで。応援してください。ありがとうございます。栃木してお願いします。よろしくお願いします。またぜひ JFL でやっております。はい。ありがとうございました。全国デビューしましょう。はい。ありがとうございます。はい。